Hello, everybody. How are you? I'm very fucking fine. YouTube チャンネルをご覧の皆様、オフィス塚田、茨城放送局、令和元年6月3日、月曜日、翼の折れた傷だらけの天使、風天のラッキーヒデジでございます。お待たせいたしました。待ってないかな。本日はニュースチックにちょっとやらせていただきたいと思います。塚田オフィス第2スタジオから放送です。最近トランプさんが日本にいらっしゃいましたよね。来日して、で安倍さんすごく仲良くやっていただいて、皆さんはどんな風にご覧になってるでしょうか。どんな風に感じたでしょうか。安倍さん仲良くやってくれて、あ、よかったなって、まあ、皆さん安心してるんでしょうけども、ちょっとここで一つ気になることがありました。私事で、まず私事ですいませんけど、私も中卒で全然勉強してこなかったんで何も知らないんで、慌てて最近ちょっと勉強したりしてるんですよ。それちょっと気になることがあったんですけども、ポストハーベストフリーって言葉ご存知ですか。皆さん、ポストハーベストフリー、ポストハーベストフリー、ポストハーベストフリー、よく覚えてください。私も全然知らなかったんです。もう全然知らなかったんです。ポストハーベストフリー、ググってググってみてください。どんなことか。ですね、収穫後農薬です。ポストハーベストフリー農薬っていうのは、なんかフリーっつってすごく良さそうに感じるじゃないですか。ところが全然、もうこれね、収穫後農薬って日本では禁止されてることなんですよ。これ TPP 交渉、二国間交渉で、これトランプさんに長く飲まされちゃったら大変ですよ。皆さんもどういうことになるかっていうと、収穫後農薬っていうのは問題がもう多々ありまして、まずすごく強いんですよ。これ長く輸送できるようにですよ、殺菌剤、殺虫剤、防腐剤、あと防カビ剤、あと発芽防止剤、こういうものを振りかけたり、これね、発芽性作用があるんですよ。皆さん、実は奇形児も生まれます。ベトナム戦争で使われた枯葉剤なんかにも同じような成分が使われてますね。オルトフェニールフェノールっていう OPP っていうやつですね。裏を見てもらって、オルトフェニルフェノール OPP っていう書いてあったら、ちょっとそれはちょっと危険なんで、チアベンタゾール、まあ、聞くからに危険ですよね。 TBZ って裏に書いてあります。 TBZ、 あとイマザリルとかね、ジフェニルとか、こういうものがすごく危険です。まあググってみてください。ググってググれば、もう今はね、辞書を見なくてもググればもういい時代になりました。ググればもう全部出てきます。安倍さんとトランプさん仲良くしてもらうのはいいんですけど、日本っていう国はですよ、すごくちょっと結構安全にできてまして、表示義務っていうのがあるんですよ。例えばこういうありますね、この裏に表示義務っていうのがあります。何が入ってるんですって、表示成分っていうのがあるんですよ。表示義務、何でも後ろに表示義務があります。これ TPP 二国間交渉をやられましてですよ、例えばですよ、このオルトフェニルフェノールとかチアベンタゾールっていうのが、例えば皆さんが入ってちゃやだなって買わなくなったとしますよ。そしたらこの TPP の方が法律より強いんですよ、我が国の。これ怖いんですけど、するとどうなるかと言いますと、売れなくなっちゃうから表示をやめろっていう話になっちゃうんですよ。これね、食の安全性もそうなんですけど、シャンプーもそうです。全部裏に何が入ってるか分かんないものなんか使えませんよ、皆さん。そう思いませんか。何が入ってるものか分かんないもの食べれないですよ。大体の病気っていうのは口
口から入るものなんですよね。食べて自分で食べてなっちゃうんですよ。で厚生労働省とか大丈夫って言うんですよ。健康にすぐに実害ありませんよって、被害出ませんって言いますね。すぐに出るわけないんです、がんなんていうのは。生活習慣病なんですから、重なって出るんですよ。アレルギーもそうですよ。なんだ、花粉症ですか。これね、私がもう強く言いたいのはですよ、中卒のこの秀爺が強く言いたいのは、国は花粉症にはお金出すべきですよ。これ国の政策の間違いだから。はっきり言えば広葉樹を減らして針葉樹を増やしたんですよ。針葉樹伸びちゃうから、バン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 針葉樹伸びやすいから、バンバンだから杉花粉が多くなっちゃったから、みんなこんな花粉症になっちゃったんですよ。もうお金のためにみんな、もう経済のためにみんな被害者ですから。はっきり言って福島の第一原発だってもそうですよ。セシウム134、これ2年ぐらいですよね。セシウム137どのぐらいあるか知ってます？半減期30年ですよ、30年。これ内部被曝したら中でピコン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 、ずっと細胞を壊し続けます。 DNA とか遺伝子をズタズタに焼き切ります。がんになります。内部被曝怖いんです。とその人だけじゃないですよ、その人の周りにいる人までピッコ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 被曝するわけですね。放射能って怖いんですけど、見えないですから。私たちって見えることばっかり気にしてますよね。見た目を気にしたり、ところが目に入ってくる情報って9割以上信じてるんですね、人間っていうのは。でも目に見えるものなんて 3% もないらしいですよ、私たちに見えるものなんていうのは。はっきり言うと知らないことだらけなんです、私たちは。だから知らないことを恐れないで、どんどん自分たちで調べて、僕もこうやって調べて、どんどんこの第二スタジオから発信していきたいと思います。今日はこれぐらいします。いろいろお水の話とかいろんな話があります、面白い話が。あと人類の700万年の歴史をたどっていくと、すごい面白いことが分かったり、たくさん面白いことを勉強してますんで、もし興味がある方はもうお店の方に遊びに来てください。いつでもいますんで、悩み相談ごとも聞きます。日本を良くしたいと思ってます。なぜかというと僕悪いことばっかりしてきたんですよ、本当に懺悔です。今まですいませんでした、まあ、許されないんでしょうけど、許されるならば死ぬまで人のために何かを発信していきたいなと思ってます。まあ、何を言われてもいいです、もうバカクソお前消えろ言われても、もう何を言われてもいいです、もうそれでいいんです。僕はもう何かのためになれれば。あと不登校の方、ノイローゼの方、死にたくなっちゃった時死なないでください。死のうと思ったら何でもできる。あと不登校悩まない、不登校でいいですよ、行きたくない行かなくない、ただ行かなくても生きていける方法は考えてください。ゲームプログラマーになるとか小説家になるとか、今こういう時代です。インターネットで何でも調べることができます、何でも勉強できます、何でも興味あったら何でもできます、何でもできる時代です。世界を相手にできます、家にいて。だから不登校だからって悩む必要はありません、全然悩まなくていいです。僕の師匠は不登校でした、でも長者番付ずっともうギネス出てます、斉藤一人さんです。僕は勝手に師匠だと思ってます、大好きです斉藤一人さん、最高の教えです、愛です。はい、これからも斉藤一人の教えと中村天風哲学をどんどん広めて、私なりにね広めていきたいと思います。今日はこれぐらいで、また明日お会いしましょう。できる限り毎日放送いたしますんで、よろしくお願いいたします。失礼いたします。本日はこのぐらいで失礼いたします。だんだん放送長くなってくるからね、喋ること多くなるから。じゃあね、アディオス。ジン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 、アミゴ。